はい、新垣亮次、吉本沖縄芸歴7年目で 芸名は亮次と申します。よろしくお願いします。吉本興業で働いておりまして、お笑い芸人をやっております。エンターテインメントな芸能事務所でございまして、所属しているお笑い芸人は全部で53名となっております。はい、はい。この会社でですね、僕はお笑い芸人として活動しております。吉本沖縄花月という劇場で日々漫才やコント、企画ライブなどを行って、お客さんを笑顔にする、笑わせる仕事を担当しております。そのお笑い芸人をやっていて、欠かせない3種の神器なんですけども、まずこちら衣装でございます。ちなみにこれ劇場に立つときに毎回着てる衣装なんですけども、これですね、1枚の生地からシャツを作りまして、今後ですけども、僕アパレルの店舗経営を行いたいなと思ってるんですよ。で、1枚の生地からこういうシャツやバッグなどいろいろなグッズを出したくて、そのための宣伝にもなるかなと思って、こういうものを衣装に使っております。はい、そしてネタ帳、ノートですね。はい、これに周りから言われたことなどね、こう文字に起こしていろいろネタを作っていくんですけども、僕はですけど、ネタ帳を後々、最初は文字書くんですけど、後々こうやって落書き帳に変わっていくケースが多いです。はい、でこれもネタ帳用に買ったんですけども、すぐこうやって絵ばっか描いて、はい、もう完全に落書き帳です。はい、これにネタのことは一切書きません。そんな感じです。そして3つ目は汗拭きシート。人の何倍も僕汗をかくんで、これがないと全身びしゃびしゃになってしまいます。はい、特に脇汗がすごいので、これで何回も何回も拭いております。これが3種の神器です。子供の頃なりたかったものなんですけども、僕小学6年生ぐらいの頃からこのお笑い芸人になろうと決めたんですけども、もともとは絵を描くのが好きで、ずっと今も描いてるんですけども、それで漫画家になりたかったんですよ。でもある日テレビでバラエティ番組を見てて、テレビに出てる人たちがこんなに笑って、こんなに楽しいことをしてお金がもらえるんだって思って、でしかも僕クラスの皆さんを笑わせる、クラスのみんなを笑わせることが好きだったんで、あ、お笑い芸人で儲けようって思いました。それで漫画家の夢を諦めてお笑い芸人、そして今に至ります。はい、ちなみに憧れの芸人さんとか衝撃だった芸人さんとかいらっしゃいますか？先輩のキリンさんがもうずっと好きで、お笑い芸人になろうってこう決めたのもキリンさんを見て、あ、これいいなってなりましたね。同じいい声としてちょっと憧れを抱いてます。はい、はい、ですね、先ほども言いましたように、僕小学校の頃からお笑い芸人になろうって決めてまして、でこの吉本に入ったんですけども、吉本に入るときにまず養成所に入るんですよ。吉本のお笑いを学ぶ学校、もともと東京の吉本の養成所に行こうと思ったんですけど、この沖縄に吉本の養成所ができるっていうのを聞いて、自分のお笑いで沖縄を盛り上げれたらいいなと思って、すぐに沖縄の養成所に入って、はい、こうやって沖縄で活動してます。はい、合っていると思いたいです。はい、もちろんめちゃくちゃきついこともたくさんあります。本当にあります。でもお笑いの現場ってもうずっと笑顔があふれてて、やってて楽しいことが多いんですよ。で、自分の特技はもちろんなんですけど、コンプレックスも武器になるというか、
で、いろいろ可能性も広がってて、な日々いろんな発見ができるんで、芸人としての成長 もうずっとできるんでね、もう今後もずっと続けていきたいなと思います。はい、ちなみに僕このいい声、自分で言うのもあれですけど、いい声なんですけど、これももともとコンプレックスでした。僕はなんかカラオケとか行ってもこの低い声でしか歌えないというか、なのでずっと悩んでたんですけど、周りにいい声だねいい声だねって言われるようになって、あ、いい声なんだって、で芸人として今武器でやってます。はい、やりがいを感じるのは、いいネタができた時、あと漫才コントネタで受けた時、コーナー企画ライブで受けた時、もうお客さんを笑わせた時の気持ちいい、あの瞬間をもう味わったら、もうそれがやりがいですね。あと僕を知ってくれている人とか周りの人に声をかけてもらえるっていうのも、それももう一つのやりがいですね。はい、ありがとうございます。ピンチはですね、自分がめちゃくちゃ面白いと思ったネタができて、もう相当自信があるんですよ。そのネタをいざお客さんにかけた時に、まあ鬼滑りした時、マジで恥ずかしいですし悔しいですし、その瞬間芸人マジでやめたいなと思います。はい、でもそれがあって、それを乗り越えるためには、僕は好きな芸人さんのライブに行ったり、 YouTube でネタを見たりとか、もうそうやっていろいろ研究をして、それで学んだものをネタに取り入れて、あと同期とか先輩方の話を、意見を素直に受け入れて、でレベル、ネタのレベルを上げて乗り越えてますね。あとそうですね、一番は周りの皆さんの応援ですね。はい、ありがとうございます。出してもいいですか。はい、こちらです。ドン。はい、挨拶、清潔感、儲け。はい、これが大事にしていることですね。はい、まず誰に会ってもこの劇場とか仕事場とか、とりあえず挨拶を元気よくやって好印象を持たす。はい、そしてあと清潔感ですね。やっぱお客さん、人に見てもらう仕事なので、身なりとかそういう見た目は綺麗にしようと大事にしてますね。あと儲け。はい、好きなことをやって、楽しいことをやって儲けようっていう考えでここに入ってますので、正直一番はこれです。儲け、これを大事にしてます。頑張ります。宝くじ3億当たったら仕事辞めません、辞めません。3億当たった芸人って聞いたことないですよね。はい、逆にそれをネタにします。本当にこの一気に3億とか入ってきて親戚とか増えるのか、まあ、そういうところを僕が身をもってちょっと検証したいと思います。はい、なのでやめません、まだまだ儲けていきます。はい、ちなみに手に入った3億何に使いたいですか。そうっすね、3億ですね、店舗、アパレルの店舗と、あとあまり後輩たちを飲みとかに連れて行けてないんで、一気にみんな来いっつって、好きに使えっつってやりたいですね、ほどほどに。はい、仕事で達成したい目標はやっぱお笑いの大会で優勝をすることですね。はい、そのためにはですね、まずもうひたすらネタを書くのと、あと自分の武器は何なのか、そしてその武器をどう活かせるのかっていう、もう自分探しですね。それで、もうひたすら自分探しをしてます。
で、自分を出せる、自分を出してそれをネタに入れるとか、こう劇場舞台で平場テレビで自分を出してる人っていうのは何をやっても面白い、で強いっていうのをどっかで聞いたことがあって、それは本当にすみません思い出せないです、どこかで聞いたことがあるので、ひたすら自分探し、そういうのを頑張ってます。はい、はい、プライベートで達成したい目標、アパレル店舗の経営です。はい、そのためにですね、まあ最初の方でも言ったんですけども、ずっと絵を描いてて、その描いてる絵をちょっと自分のブランドに T シャツとか作って、そのブランドに活かせればいいなと思ってずっと日々頑張ってます。で、あと自粛期間中にミシンを買いまして、で、もうひたすらこのミシンのためにこういろいろ勉強してます、ミシンを。はい、で、自分のこの1枚の生地で自分でバッグとか、先ほども言いましたようにバッグとかシャツとかいろいろそういうのを作って販売できたらいいなと思って日々頑張っております。はい、店舗経営まであと少しです。頑張っていきます。応援よろしくお願いします。はい、そうですね、今28なんで30、店舗経営35ぐらいまでにはマジでやりたいですね。マジコロナの期間が入ってしまったんで、ちょっと店舗を出すのがちょっと怖くて、本当に物件ずっと探してたんですよ。もう今にでも出したいなと思ってて、物件ずっと探してるんですけど、こういう時期になってしまったんで、ちょっとどうしようかなって踏みとどまって、今はネット、自分のホームページを作ってネットでいろいろ販売していく形をするために取り組んでます。はい、なのでこのコロナの状況が落ち着いていろいろ準備もして、35ぐらいまでには、店舗出せたらいいなと思っております。はい、そのために頑張って儲けます。ですね、給料は、まあ、家族のために50%、自分のために 50%、 本当に半々で使っております。もう一旦もらった給料全部家族に入れて、僕自分が使いたい分というか必要な分をこう後からどんどんもらうっていう形をしてるんですけども、はい、そんな感じで、であと大人になったら、自己投資、自分も先ほど言ったようにミシンとか自分がやりたいことのためにお金を使うっていうのもありますけども、税金何かとこの税金がかかってきます。はい、自分が好きな車を買う、税金が発生します。はい、何かをもうとりあえず税金で、生活費、何かを生きるためには食べる、そのためにもお金がかかります。はい、そして今彼女がいる方、彼氏がいる方、交際費、それにお金が飛びます。はい、本当に彼氏彼女にお金を使うときはご利用は計画的に、はい、何でもかんでもプレゼントはしないようにしましょう。後々痛い目を見ます。はい痛い目を見た経験ありますね。はい、見栄を張ってね、男って見栄を張って高いものを買うんですよ。一緒に買い物してて、彼女と買い物してて、彼女がこう洋服とか見るじゃないですか。あ、これ可愛いなとか、この可愛いなって一言発すると、男って、あ、これ欲しいんだと思って頑張ってこれを買おうとするんですよ。だからどんどんそういうのにお金を使ってプレゼントして減っていく。はい、なので気軽にこれ可愛いなとかいいなとか言わないようにしましょう。その言葉の重みを知りましょう。はい、個性はこのいい声です。はい、この声を使って番組のナレーションだとか、ラジオ CM だとかいろんな面で活躍できてますね。
はい、なのでこれもコンプレックスから今自分の武器になって活かせているので、はい、これが自分の個性ですね、はい、で性格的にはすごくのんびり屋で、基本何でもギリギリにならないとやらないというかできないタイプなんですよ。もうめちゃくちゃ焦ってこうやるというかそういうタイプでございまして、この講話のためにいただいた事前アンケート、それもなかなかギリギリになりました、はい、でもまあ無事こうやってできております、はい、で特技なんですけども、この特技もいろいろテレビとかで使っていただいた特技なんですけども、誰が書いた一筆の落書きでもイラストに変えることができるっていうものがあるんですよ。ちょっとやってもいいですかね、誰か一筆何でもいいんで、ちなみになんですけど、まあじゃあ例えばですよ、まあ、こういう誰かが書いたとかするじゃないですか、こういうのを、ちょっと、はい、こうやって手を加えて、はい、カッパとかこういうことをしてますね。これ本当に誰が書いてもできるんで、ちょっとじゃあやってもらいたいです。一筆ですよ、一筆いやー意地悪ですね、一筆、はい、これいただきました、はい、YM、 あ、なるほど、名前のイニシャル YM、 はい、じゃあ、これを僕が一筆、これを、イラストに、変えたいと思います、はい、はい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 、見えました、よし、それじゃあ行きます、はい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 、はい、できました、いきます、先ほどの一筆の落書きがこうなりました、ドン、ボールの上に乗るゴジラです、はい、ありがとうございます、はい、こうやってね尻尾が出てきて、これが足ですね、これがボールで、はい、どうでしたっけ、こんなこうでしたね、これが、はい、こうなりました、はい、これが特技です、ありがとうございます、頑張ったというか学生生活で部活動とか運動スポーツとかは極力本当に避けてきたんですよ、絶対やらないっつって、でそのおかげで今お笑い芸人として運動音痴でお客さんの笑いを取ってます、はい、なのでだいぶ活かせてます、はい、ありがとうございます、やっとけばよかったこと、ね、もうちょっと周りと喋っておけばよかったなって思いましたね、小学校から中学校1年生ぐらいまで僕人を笑わせるのが好きで、同級生とかもうなんなら先輩とかにも全然こうおちょくって笑いを取ったりとかしてたんですよ、自分で言うのもなんですけども、文集って作るじゃないですか、小学校の時とか学生の時で、あれで面白いランキングとかに毎回入ってたんですよ、領事が、なんですけど中学2年生1年生から上がってクラスも全部変わって、その瞬間にそのタイミングで僕思春期に入って完全に心閉ざしたんですよ、でもう本当に一人孤独、もうなんか喋るのも恥ずかしいというか全てが恥ずかしいなって思う時期になってしまって、もう机の木目をこう辿って絵を描いてたぐらいネクラになってしまったんですよ、なのでそういう時期がなくて、もっとなんかこうオープンにしてみんなと絡んどけばよかったなって思いますね、はい、なんかそう本当に
強く思います。はい、そうですね、はい、本当にあの木目なぞって絵にしてたのがこれに繋がったんで、はい、逆に良かったのかな、はい、どうなんでしょうね、はい、学ぶ意味、勉強する意味は、まず自分のスキルアップにつながるのと、あと勉強していろいろ知識を入れておけばできることの選択肢が増えるっていうのはありますね。選択肢が増えるとやっぱ自分の自信につながるんで、やっぱ勉強はしといた方がいいかなって思いますね。はい、知識、何か一つ特化して知識を入れるっていうのも、まあ、一つの手かなって思いますね。はい、はい、人とうまくやるためには、僕も知りたいです。はい、相当人見知りなので、人とどううまくやればいいんだろうってもう日々思うんですけど、まあ、とりあえず、まあ、挨拶は大きくする、で、まあ、よく笑う、あと本当に興味のない話、人の興味のない話でもとりあえず大きくリアクションをするっていうのを心がけてますね。はい、それがまあいいんじゃないかなって信じてます。はい、沖縄には、いろんな伝統芸能がありますけども、エイサーだとかリューブだとか、まあ、うるま市で言えば闘牛とかあるんですけども、今後この伝統芸能にお笑いをどうにか絡めて発信できたらなんか面白そうだなって思いますね。はい、闘牛場で漫才とかですかね、闘牛してる後ろで闘牛してる中で漫才だとか、なんかそういうのをやってみたいですね。こちらです。口に出そう。はい、ですね、自分のやりたいこと、好きなこととかを何でもいいんでとりあえず口に出して伝えようっていうのをちょっと意識したらいいなって思います。なんかこれ恥ずかしいなとか失敗するんじゃないかなみたいなことを思ってずっとこう出さずにこう塞いでたら、ちょっとなんか何も起こらないというか、自分もあんまり口に出すのがこう上手くないというか苦手で、あの時ああ言っとけばよかったなとか、あの時ああやっとけばよかったなっていうのをもうしょっちゅう思うんですよ。なので未来がある今の若い子供たちにはこれを意識して、もうどん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 相手に口に出して伝えていったらいいんじゃないかなって思います。はい、とりあえず口に出しましょう。